それでは市長定例会見を開始いたします。市長よろしくお願いします。はい、私の方からは報告事項について1件です。でこの1件の報告事項の前にちょっと冒頭申し上げたいと思います。昨日の大都市委員会で僕と山中議員の質疑でカモフラージュという発言を僕は言ってないというふうに言いましたが、これはもうちょっと僕の後で確認しましたが完全な記憶違いで、反訳を見ると言っているというのを確認しました。これはもう言ったことはこの事実もう僕のちょっと記憶から完全に飛んでましたけど間違いないので、ここは申し訳ないというふうに思います。山中議員に対してはああいう言い方をしたということは申し訳ないなというふうに思っています。まずそれを冒頭申し上げたいと思います。それから引き続いて市の報告事項についてです。地下鉄の制服についてです。地下鉄の新会社がに移行に伴うことについての制服運動についてであります。来年の4月から地下鉄は新たな会社として生まれ変わるということになります。より一層ですね、市民の皆さんのサービス向上に努めていくということをやっていくと実現したいと思います。で22年ぶりになりますが、ちょうど民営化すること契機にですね、4月から制服を変更させて全面リニューアルさせていただきたいと思います。こちらが今ちょっと着ていただいてますけども、新しい制服です。以前どうだったのっていうのはちょっと地下鉄が好きな方とかよく地下鉄乗られる方はご存知だというふうに思いますが、以前とは随分変わった失礼になっています。これがちょっと今モデルはいないんですけど、以前のこれが制服になりますが、帽子も大きく変わってますし、制服のデザインについても大きく変わってます。それから横の方の作業着について、作業服の方についてですが、作業服についても大きく変えています。前の作業服はこういった形の作業服で、なかなか汗も取りにくいというような作業服でしたが、あちらの方に材質も変えて、デザインも変えて、新しい制服で来年の4月1日を迎えたいと思います。合わせてですね、大阪シティバスの方の制服もリニューアルします。新しい制服ですけど、これまでの制服で表現してきた、安全、信頼感、親しみやすさというコンセプトを、さらに追求して新しい時代に時代感を感じるような制服ということプラス仕事のしやすさということを両立させて、制服をデザインをリニューアルさせていただきました。引き続いて、来年の4月1日に伴って愛称ロゴ、これを新たに制作しますが、これについて公募を行ってきました。この愛称ロゴを制作する契約の候補者が JR 東日本企画、株式会社 JR 東日本企画関西支社に決定しましたので、そのご報告をします。4月1日に来年の4月1日の日曜日、御堂筋の梅田駅で愛称ロゴを初披露して新会社の船出を記念したセレモニーを開催したいというふうに思っています。こちらの方で4月1日に、時間は決まってませんが、記念セレモニーを行います。これは初披露ということで、これは4月1日、午前の初披露、それからセレモニーということをですね、ここの4月1日に梅田駅で行います。その際に愛称ロゴについても初披露するという形で進めたいと思います。それからこのセレモニーでの展開も含めてですけども、この愛称やロゴを効果的に発信する、それから新たに4月から地下鉄は民間会社になりますので、広告宣伝、それから CSR
さまざまな活動をするにあたってのパートナーシップを締結しようということで、ちょうど大阪市をルーツとしてですね、今独立し民間民営化して今自立で頑張っている大阪、元大阪市ですけどもシオンの音楽のグループ、これは長い歴史を持ってプロの楽奏団ですけども、そことですね非常にルーツも近いということで、この来年4月1日を契機にですね、シオンとこの地下鉄とでパートナーシップ提携を結ぶということで進めていきたいと思います。まあ、具体的な内容ですけども、先ほど申し上げた、まあ、音楽プロの音楽集団の音楽を通じて、地下鉄からすると企業の宣伝 PR、それから CSR 活動、さまざまな活動をしてもらう。一方で、市長の方は活動場所とか練習場所を地下鉄会社が場所があるので提供するというようなこと、まあ、その他の内容については今後詰めていきますが、この4月からパートナーシップ契約を提携を結んでいきたいと思います。まあ、いずれにしましても4月から民間会社として地下鉄、市営地下鉄が新たな船出をするということになりますので、この4月1日を、まあ、標準にして、そのお祝い のセレモニーとその準備を進めていきたいと思います。私からは以上です。それでは質問をお受けします。朝日新聞の佐古です。地下鉄について2点なんですが、愛称と保護を制作する、候補者が分かったということですけれども、改めて市長から、まあ、どんな感じの愛称ロゴを期待するかというわけでお伺いしたいのと、もう一つ、まあ、地下鉄の新会社の社長の人事、人選の進捗状況と今後の見通しどうなっているかを聞かせていただきます。まず愛称ロゴについてですが、これはまさにプロの事業者の中から公募で決めるという形で進めてきました。ですのでかなり専門的な洗練されたものが実現されると思います。僕からはですね、やはり今後長くこの大阪の発展の成長の土台に地下鉄になってほしいと思いますから、この長い目で見据えた、まあ、将来未来を見据えたようなロゴとかいうのを期待したいと思いますね。まあ、愛称についてはできるだけ分かりやすい、市民の皆さんにスッと入ってくる、すぐ覚えてもらえるような、そんな分かりやすい、分かりやすくて親しみやすい愛称と、それから、まあ、未来を感じれるようなメッセージが入っているようなものが、ぜひこの愛称とかロゴで実現できたらいいのかなというふうに思っています。まあ、いずれにしてもそれは大きな中身ですけど、洗練されたものについてはプロの選定された事業者の中で進めていくという形になるというふうに思います。それから人事についてですが、これはやはり民営化しますんで、ね、やはり社長については民間人にやってもらいたいということについては変わりありません。地下鉄の会社が新たに生まれ変わるにあたって、今これまで CX コースでずっと運行してきましたから、地下鉄を運行させる技術はあると思いますが、それはやっぱり公務員の意識としてやってきましたので、その公務員意識をガラッと変えるような、そういった民間の意識をしっかり浸透させることができるような方や利用者目線であったり、そういった方に社長にやっぱり就任していただきたいと思っています。まあ、具体的な人事についてはまだこの人というのが決まっているわけではありませんが、最終的には僕自身が決めていきたいなというふうには思っています。年内にというのは決まっているけど、その辺は変わりないですか？そうですね、できるだけ年内に決めていきたいというふうに思います。まあ、一方で社長人事についてはその内部のね、職員をそのまま社長にした方が安定して最初は進むんじゃないかという意見もありますけど、現時点で僕の考え方はやっぱりその外部の、ね、信用できる民間人の方にまず舵取りをしていただいて、今まで気づかなかった点とかたくさんあると思いますので、
そこを実現させていきたい、まあ、これまで民営化を目指して公募局長とかやってきましたので、まあ、一昔前とは交通局の中もだいぶ変わってますけれども、さらに一段飛躍させるためにやはりその社長の人事というのが重要になるんじゃないのかなというふうに思っています。それは引き続きやっていきます。幹事社としては以上です。それではまず制服に関してのご質問から受けさせていただきたいと思います。ご質問ございますでしょうか。読売テレビさん。読売テレビの塚です。制服についてなんですけれども、この新しい時代を感じていただけるようなデザインにされたということなんですが、人がご覧になられてどのあたりに新しい時代というのを感じられますか。これやっぱり帽子とかですね、この制服のラインとか色とか、まあ、そういったところですね。今までの帽子はズドーンとこうなってる帽子でしたけど、その縦横にこう広がってて、このデザインの線もシャープです。モデルがいいからかもしれませんけどデザインとしては非常にあちなみに職員ですからね、この特定のモデルさんじゃない職員ですよね。あ、職員ですよね。モデルを使う財源の余裕はありませんので、モデルさんじゃないですけど職員ですけど、非常にそういった意味で形もシャープですし、色合いもいいんじゃないかなというふうに思ってますけどね。ネクタイの緑っていうのは何か理由があるんでしょうか。いや、ちょっとそこまで僕自身は把握してないですけど、なんかネクタイの色とか言われます、まあ、特になければ、うん、今までまあ紺のやつだったんですけど、紺とシルバーとメインのストライプだったんですけど、ね、明るいイメージにしたいということで選ばせていただきました。それで新しいロゴが決まれば、このこちらのワッペのところに腕のところに新しいロゴをペタッと貼り付けると、あ、こちらがということにする予定になってます。ではこの帽子のここのマークですが、これはずっと昔からできた当初からのちょっとマークとその前にちょっと、緑なあしらいがあるんですけど、これはもう古いものですけども、これまでの、まあ、伝統にもしっかり受け継ぎながら新しくしていこうということで、そこは残そうというのでこれは残していると。いうような形ですか。だから今つけてるバッジと同じデザインの部分が頭に載せてますが、まあ、デザインとしては非常に僕はいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。こういう制服をリニューアルすることで、まあ、利用されている方から見ても身に合ったんだなというのを感じてほしいというような。そうですね、利用されている方にもやはりその民営化したなんて感じてもらいたいですし、あとやっぱり職員さん自身の、ね、意識を変えるっていうのが僕はやっぱり一番大きなことだと思ってますので、新たなマークが決まったり、まあ今後徐々にそのロゴマークっていうのも当然急には無理にしても変えていきますんでね、それぞれの地下鉄の駅 のパネルのようなところで変えていきますから、そういったその変化をね、職員自身がやっぱり感じ取ってもらって、これから頑張っていこうよという意識を持ってもらいたいなというのが僕の中で一番大きな狙いです。他に制服に関してご質問ございませんでしょうか。 MBS さん。あの、皆さんの臨時です。よろしくお願いします。もともと交通局の制服のリニューアルっていうのは、その民営化前の去年の7月にすでに発注されていたと思うんですけれども、今回その民営化が決定したので、そのさらにそこからデザインを変えられたのか、それとももともと発注していたデザインでその新会社に出てくる形なのか教えていただけますか。デザインの発注の経緯まではちょっと時系列はどうなのか。ミディアにつきましては金がね検討していたということですので、まあ公民にかかわらず一つのデザインというふうに、あとは日程ですね、いつやるかというタイミングですねを今回決めさせていただいたという次第でございます。かつて の制服の変更の時も、まあ、その民営化がなかなか議論として、まあ、可決はされなかったんですけども、その民営化を契機にという、まあ、それ実現してこなかったという経緯はあるんですけど、そういう条件もあるんじゃないですかね。そこも検討しながら
かなということ、まあ、やるタイミングということでしょうね、はいはい、まあ、僕はやっぱり民営化した時にやるのがやっぱり一番いいんじゃないかなと思いますね。以前取材したときにですね、もともとは民営化設定する前でしたので、まあ、今年度以降から、まあ、今まで古い20年ぐらい同じ政党でしたので変わっていくというお話だったんですけれども、まあ、今回民営化を経てその時期を、まあ、来年の4月にしたっていう認識でよろしいでしょうか。まあそうですね、それでいいと思います、はい。他に政府の関係でご質問ありますでしょうか。それでは政府国家職員というのは一旦退出させていただきます。そうしました。続いて質問を受けいたします。日経新聞さん。日経新聞の小山です。地下鉄の関係なんですけれども、社長人事で確認したいんですが、年内にも民間でというのは年内に発表をされる、いや、年内に決めたいと思ってます。準備がありますんでね、その発表の時期とかはまだちょっと考えてないですけれども、来年4月の民営化のタイミングで発表される、そういうところまだ決まってない、まだ決まってないです。まだ人選もちょっと決まってませんので、まあ当然4月1日までには決めていきたいと思いますね。まあその方もし決まれば、まあ、いろいろ相談して決めていくっていう、まあ、そのまだ現時点でやはり当然これ誰でもいいっていうわけじゃいけませんのでね、市営地下鉄といえばこれ今の大阪の関西の私鉄の中でもこれトップクラスですから、まあ、JR 西を除けばほぼトップに入ってくると思いますので、まあ、そういった大きな会社の舵取りをしてもらうことになりますので、ここの人選というのは非常に慎重にしたいと思っています。ですので、まあ、今の段階決まっていません。まあ、そこは慎重にして慎重に決めながらですね、やっぱり準備を考えると年末ぐらいまでに決めないと間に合わないと思いますが、具体的な、じゃあそのいつ発表するんですかというのではまだちょっとそのレベルまでには行ってないという状況です。はい、ありがとうございます。次の質問を受けいたします。読売新聞さん。読売新聞の浦野といいます。地下鉄の人事の関係で1点、まあ、もちろんまだこれからという話なんですけれども、市長の今のネットにある中ではその例えば、まあこれだけ大きな会社ですので、例えば、まあ鉄道会社とか鉄道部門というのをところでその出身者であるかになったというところをその重点として見るのかどうかという、そのあたりはいかがでしょうか。僕自身は逆に鉄道事業出身者じゃない方がいいんじゃないかなと思っています。まあこれはちょっと今後人選をしていくことになると思いますが、まあ当然これは鉄道事業の中ではですね、協業してこれはライバルとして争っていくっていう中ですんで、そのコンフリクトの問題が果たしてクリアできるのか、まあ、コンフリクト の利益相反関係の問題をクリアできるんであれば鉄道出身者の方でもいいと思いますが、市民の皆さんからして、いやこれ鉄道出身者の方であればこっちの鉄道に有利な方になんか地下鉄持っていかれるんじゃないのと思われることがないようにしないといけないと思いますんで、そういった意味で鉄道事業者にするべきだとは思ってないですし、あるいは鉄道出身者であっても、まあ、この人だったら利益相反生じないなという人であればそれでもいいと思いますが、基本的には僕は鉄道事業出身外の方で、民間の経営経験がやっぱりある方、社長経験があるような方がやるべきじゃないかと。鉄道の線を走らせるやっぱり技術がありますので、ただそれが効率的かどうかっていうのはこれはもうずっと議論になっていることですから、そういった普段の検証はいりますけど、まあ、そこはね、鉄道会社出身者、鉄道事業出身者じゃなくても、その民間の、ね、会社を切り盛りしてきた経験者で、そういったノウハウがあるんであればできると思いますから、特にそこはこだわってません。逆にその、まあ、非鉄道部門だからこそ期待できることっていうのも、なんか、市長の中でお考えになる。あります。それは、例えばですけども、その、鉄道
まあ、地下鉄の場合これ地下街もやっぱ絡んできます。地下街をどうやってにぎわい作りを作っていくのか、地下街の将来性をどう考えていくのか、それはもう地下の、まあ、通路も含めてね、地下をどういう活用していくのかっていうのが一つですし、もう一つは市営地下鉄は市場に土地をさまざま持ってますから、これを有効活用して、まあ、不動産開発と不動産投資というようなこともやっぱり積極的にやっていくべきじゃないかと思ってます。まあ、そういった点からいくと、まあ、別に地下鉄道事業者外でもね、まあ、そういったノウハウがあったり、あるいはそういった経営感覚をお持ちの方にですねやってもらいたい。つまりその電車を動かすということ以外のところの付加価値というのを今まで市営地下鉄は十分にやっぱ発揮できてこなかったと僕は思ってますから、まあ、今いろんなことをやってますよ。売店を込みに変えたりだとか、いろんな地下街を、まあ、民間にちょっとお願いして作ったりとかしてますが、もっともっといろんな地下空間を利用すること、それから市営地下鉄が持ってる、不動産とか資産を、まあ、活用しながら、その鉄道事業とも関連付けながら事業していくとか、そういったことができると思いますから、まあ、そういったことを含めた、まあ広い経営感覚をお持ちの方にやっぱりやってもらいたいというのが一つですね。でもう一つはやっぱり何といってもまさに今まで、公務員組織から民間組織になるわけですから、実はこの公務員であることのやっぱり何ていうのかな、ずっと積み重ねてきたのっていうのはちょっと皆さんとはだいぶ感覚が違うところはあると思います。これはもう僕自身も市長になっても思いますけども、だから公務員としての今までの身分とはちょっと違って、これから会社として、民間人の感覚を持って、お客さんのサービスであったり、その会社を大きくしていくことに努力していくんだよということがみんなで共有できるような、まあ、そんな意識改革、これが一番大事だと思っています。そこを浸透させれるような人物がやっぱり社長になるべきじゃないかと、まあ、そういう意味では今の当然交通局長ももうすごい人格者で非常に僕も信頼してますけども、そういった意味ではそういう経験もないですから、もうそういった経験を豊富な持っている方がやっぱり社長として、最初陣頭指揮を取るというのが大きく生まれ変わる一つになるんじゃないかなと私は思っています。次の質問を受け出します。あ、再びすみません。地下鉄以外の先ほどのカムフラージュなんですが、市長のシーンはやっぱりそう動くかカムフラージュなのかどうかというです、ね、まあ、これはですね、その別にカモフラージュにはなってないとは思うんですけど、要はどういうことかというと、まず、まあ、前回のすきのの質疑の中でですね、まあ、これは僕の受け止め方感じ方ですけども、まあ、この総合の進め方について、まあ、本心僕はやる気がないにもかかわらずですね、これをやってるんじゃないかと、本気で取り組んでるのか、違うんじゃないかというようなふうに受け止めました。これは委員の質疑の委員からすると、山中先生からすると違うかも分かりませんけど、まあ、僕はそういうふうに受け止めたので、いやそんなことはないよと、総合についてもこれはきちんと案作りもしてるし一生懸命やってますという思いがあったので、まあ、否定したというところです。ただ大阪維新の会のパーティーの中でそういう発言はしてましたんでね、してませんっていうのはこれはもう僕の記憶違い間違い、ここはもう僕の方が非があると思います。で、大阪維新の会の中で言ったことは要はこういうことなんですけど、前後のまず文脈をね見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、前提として大阪維新の政治集会ですから、この都構想を実現してほしいという方が全部集まっているというまず大前提があります。で、僕自身はこれは議会でもずっと言ってきましたが、特別クローン者であるし都構想を実現したいというような立ち位置、これはもうオープンに言ってきていることです。で、一方でやっぱり維新を応援してくれる人からすると、僕が総合区の案を作ったり、あるいは今度は住民説明会やるとか、まあ、そういうこともされますけど、特別区を応援してくれる人からすると、なんで市長がそんなこと言ってんのっていうのはやっぱりいろいろ僕の子には来ます。
いや特別区やってほしいと思ってやってるんだから総合区なんて言わんといてよと、まあ、いろんなあの、まあ、総合区と特別区をごっちゃにするっていう意味じゃなくて、いやあなた特別区で応援してるのになんで総合区の話をするのという批判はこれはもう僕もあのストレートに受けてます。で、あの、まあ、そういった中で僕自身は言ってるけど、それぞれ総合区と特別区ベストなものを作って最後は市民に判断してもらいたいという思いで、特別区最後僕が狙うのは当然これは都構想ですというのはそのパーティーの場でも言ってるし、でそのカモフラージュの前に、まあ、来てる言葉が、まあ、竹山さんのように裏切りませんという話は言ってるんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、総合区っていうのはこれ当然ベストなものを作っていくんだけど、僕が総合区案に特別区から変わることはありませんという、まあ、そういう文脈の流れなんです。まあ、それはまあカモフラージュという表現が適切かどうかっていうのは今から振り返れば、あの、まあ、ちょっと言った記憶も残ってなかったんであれだけども、ちょっとした表現として適正じゃなかったのかもしれませんが、ただ僕の認識としては、あの総合特別区についてそれぞれベストなのを作って、最後は市民の皆さんに判断してもらうというのが、まあ、ぶれない軸として今もあるし、まあ、一生懸命総合なのも作ってます。ただ維新の集会の中で、の発言としてね、そういう話も当然特別区を目指すという話もするし、総合の話はするけども、まあ、それは理解してくださいよという趣旨なんですけどね。だからちょっとニュアンスがちょっと違うところもあったので、僕としてはあの僕はそんなこと言ってないのになというふうに思ったので否定はしたんですが、ただこれはあの別に山中さんも僕にいい加減にやってるとは言ってないですけども、まあ、質問の僕の受け止め方としてそう受け止めたので、いやそれは違うんじゃないですかっていうのがまず最初に来た、っていうところが経過ですか。ただそのやっぱりあの振り返るとカモフラージュという言葉を使ってるので、あの言ってませんというのは僕の完全な記憶違いだし、これはもう僕 の方言に非があるというふうに思います。わかりました。あの関連でというか、その大都市経済政で出ていた議論の中で、あのイニシャルコストとか、まあ、効果額とかそういう話が出てたと思うんですが、まずイニシャルコストについて、前回の特別区案では、まあ、600億とか600数十億というあの数字が出てましたけれども、これがその今回そのあの議論ではその総合区よりも10倍かかるじゃないかという話もありましたが、例えば庁舎の在り方を何か考えたりしてですね、こう特別区の方のコストをあの大きく下げるようなことを考えたりしている、今ちょうど素案を作っていらっしゃるかとは思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。まあ、あの総合の素案を作っている最中なので、ちょっと僕もそこの報告はまだ受けてないですけども、まあ、できるだけコストは下げた方がいいでしょうね。ただあの普通に常識的に考えれば、まあ、これ数字も聞いてないしまだわからないけれども、まあ、総合区の今の庁舎を完全に利用するというやり方は特別区じゃできないでしょうから、最初のイニシャルコストというのはあの総合区より特別の方が高くなるんじゃないですか。その差がどの流れになるかはちょっとまだわかりません、ただまあそれは結局どこを目指すのかというためのコストなので、その金額の高い少ないっていうだけで僕は判断すべきことじゃないだろうなとは思ってますけどね。その、まあ、高価格について前回の特別区の前回の住民投票とかはかなりそこを強調されたというか、まあ、何千億の累積する効果があるという議論もずっとされてきたかと思うんですけれども、あの自民党の議員が指摘していたように、まあ、その AB 項目地下鉄なんかもこう解決してきていて、前回と比べるとやっぱりどうしてもこうそこがあの少ない数字になってしまうのか、要するにそもそもその高価格という見せ方をどういうふうに今度はされようと思っているのか、そのあたりですか。まああのこれをまあ作ってる最中なんで、なかなかあの具体的なことは分からないですけれども、まあ、一番の大きなところのポイントというのは、特別区の財政、特別区は自治体ですから、特別区として財政収支はどうなりますか、それは成り立つんですか、成り立つとしてどのぐらいの数字なんですかっていうのを示すのが大事だと思ってます。ですので、僕自身はあのやはり、一番大きな目的というのは大阪市と大阪府の意思決定のあり方だと思っているので、この広域分野についてはね、組織を一体化させて意思決定を一本化させていく、まあ、これは予算も一本化させて、その、まあ、二重行政とか二元行政みたいなのが生じないようにするのがやっぱり一番大きな目的だと思ってますから、まずそこを達成するのが大きな目的だから、再編効果額がこの金額だからいいじゃないですかっていうのは僕はちょっと特に取るつもりはなりません。ただ、まあ、金額がどうなるかっていうシミュレーションとして成り立つのかっていうのはそれはやっぱりきっちりと示していく必要があると思いますが、まあそれはちょっと今大都市福祉と推進局が作ってる最中なので、ちょっとそれ出てきてからの議論になるかなというふうに思います。
そらくまあその意思決定のところとあとその間に合いで出たっていうかそういうところがそれは特別区のまあね、あのところそのまあ本のところかと思うんですけれども、まあその前回だとその何千億の効果みたいなところすごくそこが出てしまったので今回それで特別区と総合区もし比べることになると総合区の方がお金安くて済むじゃないかというふうになるかなというふうに思いましてそこはお金がかかってもやっぱりところその方がいいっていう。そう、もうできるだけあのコストはかけないようにしようというのはそれはあのそうです。で、まあ、金額効果効果というかまあその 財政シミュレーションとしてどう成り立つの財政シミュレーションとしてどう成り立つのかっていうのはしっかり示していく必要があると思いますが、僕自身はこの再現効果がこんだけ出ますからこうですというようなことをあの大体的に、ね、展開していこうというのはあんまり考えて、ないです。要はまあ、そのところその本質というかねそこのところはやっぱ問うべきじゃないかなと思ってます。でそれによってコストがやっぱり総合区よりもかかりますよねということについてそこはもう正直に出した上でね最後市民の皆さんにご判断いただくのがあるべき姿なんじゃないかなと。これだけのコストがかかったとしてもこれは、今のこの府市の体制のあり方っていうのを根本から投資機構改革する上で必要なんじゃないんですかっていうのを問うのが正直なんじゃないかなとは思ってますけどね。ただその再現効果がどうとか、その辺はちょっとまだごめんなさい僕も見てないから分かんないけど、まあ、そういうふうに考えてます。まあきちんと数字を出した上で、市民の皆さんにもそれを見てもらって、財政シミュレーションが成り立たなきゃ別ですけど、まあ、NATO で成り立つという前提には立つと思う立たなきゃいけませんよね、財政シミュレーションが成り立つんであればその中身はこのぐらいだとそしてコストはこのぐらいかかるとまあ、じゃあこれなんでこんなコストとかかけてやるのというなればこれは大阪市の意思決定大阪市大阪府のこれからの意思決定のあり方だそれから特別区の住民サービスのあり方だっていうのを前面に出して、僕はやりたいなと思ってますね。だから最後は住民の皆さんに、ね、それを知ってもらった上でどう判断されるのかっていうのを問いたいですけどね。ただそういう意味でも総合区でも本当にコストはできるだけを下げてはどうかとかベストなのは作っていってるんですけどね、はい、他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。読売新聞さん。すいません、ちょっと2点ありまして、1点は地下鉄都市用の話なんですけども、これも提携の中身はさらに今後いろいろ増えてくるんだと思うんですけども、このパートナーシップということであれば、その間にこのお金は基本的には介在しないということなんですかね。それは、まあ、中身によるんじゃないですかね。演奏の依頼とかすれば、それは発生するでしょうし、それは個別に詰めていくことになるんじゃないですか。今のスキームで例えば年間何本とかなんかそういう契約になるとかそういう話では今とかちょっとそこまで具体的には聞いてないですけどね。まだこれから詰めることになるんじゃないですかね。まあ、当然仕事をしてもらったら社員になるわけじゃないので仕事をしてもらえばそれに対しての対価を支払うというのは当然なんじゃないかなと思いますけど、あくまでも独立した団体同士の対等の関係で協力するというか、そうです、そうです。だからそれぞれ の音楽団もいろんな企業とパートナーシップの提携していると思いますけど、まあ、使用についてもこれはやったらいいんじゃないかと思うし、今独立して一生懸命やってる最中ですし、もともとの生まれたところの出身も一緒なのでちょっとテーマ性もあっていいんじゃないかなとは思いますけどね。例えば海外なんかだったら実際にその地下鉄の駅の片隅にするクラシック演奏だったりとかあるんですけども、うん、そんなイメージのイベントとかをイメージしてらっしゃる、もちろんイメージしてます。さっき言った地下空間のにぎわいの中で地下街で、ね、演奏するとかこんなとこでみたいなミニコンサートとかどんどんやったらいいと思うんですよね。ものすごい市民の感覚も変わると思いますよ。今までそんなことありえなかったのに地下のところで一角でねなんか演奏クラシックの演奏してるとかものすごい効果あるんじゃないかな。まあそこは今度支援と交通局内で何するかで詰めていくことになると思いますが、音楽をできるだけうまく使って地下空間とかね、まあ、これは十分利用できるところもあると思うし、あとはやっぱり企業の、CSR みたいなところでいろんな小学校とかそういった NPO とかの企画に、なかなかクラシック音楽を聴くことがないような世代層とかにもやってこれ
地下鉄民間会社でやってるんですよというのを出せばね、まあ、大きく効果は出るんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、そういったことを今後具体的に詰めていくことになると思います。まずは大きなパートナーシップ契約を結ぶ、提携を結ぶということだと思います。それぞれ独立した存在です。その活動場所と練習場所を提供するという話なんですけど、これ結構多分どこでもいいためにいかないと思うんですけど、具体的な場所のイメージとか予定している場所があるんでしょうか。これはもう地下鉄の持ってる所有の施設で空いてるスペースのところが今すでに使ってないところがあるようなので、そこでやってもらいます。もう予定されてる場所があります。まあ、それが具体的にどうかというのはちょっとまた高速局に聞いてもらいたいと思いますが、もうその場所は使ってない空間があるので、こういった現在の時のカモフラージュという話なんですけども、これ趣旨の確認なんですけど、一応、秘書のその維新のパーティーでの発言をこう見ますと、まあ、すみません、僕の受け取り方だけかもしれないんですけど、内容からすると、総合区をその、いわばその特別区を目指すため の、 その戦略とか作戦として、まあ、カモフラージュしているというふうな文脈で、受け止められてもしょうがないのかなというふうに読み取れるんですけれども、そういうことではないというか、まあそのカモフラージュの中身だと思うんですけど、中身を適当にやってるとか、いい加減にやってるということではないっていうのは、やっぱりまず押さえたいと思うんですよ。で、僕自身が特別区、スポットコースを目指すっていうのは、これはもう言ってますんで、そこはもう、微塵たりとも変わらないということです。で、その中で、まあ、維新のこれ政治集会の話ですから、維新の政治集会の中では、やっぱりなんか総合部、に関してね、なんで市長がそんなことを言うのという思ってらっしゃるのたくさんいらっしゃいますんで、まあ、その中で僕にやっぱ注目してほしいのは、その前の直前の文言なんですけど、竹山市長みたいに裏切りません、っていう形でカモフラージュという言葉につながってるんですけど、だから僕が特別区論者から総合区論者、総合の話はするけれども、総合区論者になることは、特別区をやめて総合区でもういいですと、総合区でいきましょうというふうになることはありませんという意味で使った言葉なんです。まあ、それが、まあ、いや、不適切なんじゃないかといえば、日本語として不適切なんじゃないかというとそうかもしれませんが、まあ、僕の認識は本当にそういう認識なんですよね。だから、総合区をいい加減にやるとか、適当にやるという意識全くないので、だからちょっと質疑の時に聞かれた時も、そんな言ってないけどなっていうのはちょっと思ったっていうふうには、経過はあります。その山中委員に対しての冒頭は、まあ、謝罪といいますか、まあ、お詫びの趣旨もおっしゃったと思うんですけど、今後の議会とか山中委員に対して何か直接的に議会とか委員会とかで何かもう、まあ、謝罪といいますか、何かリアクションを考えてらっしゃるんでしょうか。山中委員にはもう今度会見始まる前に直接お話ししました。お二人で会わせていただいて、まあ、申し上げたようなことですね。結局やっぱりこれは僕の方が記憶違いだったから、これは僕の間違いですと、で僕の本当に記憶になかったので、ああいう発言したけども申し訳ないという話は山中議員には個別に言いました。で、まあ、言い方もちょっと失礼な言い方なの、もし事実が違うんであれば失礼な言い方にやっぱりなると思いますんでね、そこは申し訳ないという話はさせていただきました。まあ、その後の、ちょっとそのニュアンスというか、そのなぜその維新の会でどういうふうな発言の趣旨で言ったかっていう話も、まあ、ちょっとさせていただきましたけれども、まあ、メインはそこのやっぱり僕の認識が記憶が違ってたわけですから、まあ、そこは申し訳ないという話を山中議員には話しました。あとはまあその議会でどうするかっていうのは、大統領のメンバーにはちょっと局からも話はしてもらいますけれど、そこはもう議会にお任せ、します。山中委員の反応はどうか。いや、それは、山中委員としては、いや、そんなに、まあ、怒ってるっていう感じは なかったですけどね、まあ、曲がりましたというようなことです。まあ、山中先生に直接取材してもらった方がいいかもしれません。はい、次の質問をいたします。高橋放送さん、ABC の木村です、ね、先ほどの高橋放送の効果欄とかに戻るんですけれども、市長が今回は全面的にその効果欄を打ち出す気はないというのは分かりません。ただ、どうぞ。効果学自体は前回のように算出されるんでしょうか、それともされないんで
そこはだから僕まだ見てないのでちょっと分かりません。今素案を作ってる最中なので、その財政シミュレーションを作って今計算中だっていうのは聞いてますけども、具体的につい今の段階でこう定かになっている注文はありません。ですので、高価格の主張はしないというか、メインで言うとすればどこにやっぱりポイントがあるのかと思えばそう思うということですからね。別にその、高価格が、記載されて、これがいくらですとか言わないとかいう趣旨じゃないので、そこはちょっとご理解いただきたいなというふうに思います。そこをぜひ出していただきたいんですけれども、その市長が考えるところその願目が権限の異常だということは分かりますけれども、市民にとってはそれは別に役所内の権限の異常なので、市民が一番知りたいのは財政的にメリットがあるのかどうかというのを知りたいと思うんですね。で、先ほどの説明を伺っていると、特別区が財政的に成り立つかどうかのシミュレーションだけで効果額が出てこないようにも聞こえたので、それであれば 今でも大阪市は財政に成り立っているんだから比較はできないと思いますね。ですので効果額を出すことは出していただきたいんですが、そうはならない。いや、だから特別区は自治体ですから、新たに作る自治体ですから、その特別区がどういう財政状況になるシミュレーションになるのか、それはこういうシミュレーションになるのか、こういうシミュレーションになるのか、できないのかって、その中身が大事ですから、それは今大阪市が成り立ってるから特別区も成り立つじゃないかっていうのは違うと思いますよ。違います。うん、そうでは言ってない。比較はできない。もちろん特別区が財政的に成り立つのは最低条件 で今の大阪市も成り立ってるんだから、今の大阪市の状態よりも効果額がこれだけあるからメリットがあるというところを示していただかないと比較ができないという、うん、だから今の大阪市の荒井さんは出てるわけですから、まあ、そこから財政のシミュレーションがどうなるのか、まあ、それは当然その効果額という表現なんかちょっと僕は職人見てないからまだ分からないけれども、その、グラフの傾きみたいなのはこれは当然出てくる話になると思いますよ。つまり国分の将来推計と今の大阪市の将来推計を比べれば、国分出したものの方がプラスであればメリットがあるという、そういう考え方になっています。財政、その市民は財政の効果だけを見てるっていうのはおっしゃってるのが、まあ、意見だと思いますけど、僕必ずしもそうじゃないと思ってますしね、そういったことは主張していきたいと思いますが、まず財政、まあ、効果も多分含めて当然なるんでしょうけど、財政のシミュレーションがどういう傾きになるのかっていうのは当然これは必要なことだし、まあ、財政効果も含めて当然これはやることにはなると思いますよ。そりゃただその金額がいくらとかまだちょっと分からないけれども、財政効果コスト、その辺やっぱり入れることになるんじゃないかなとは思いますが、ただちょっとここはまだ具体的に、まあ、素案作成中だから、まあ、まだ検討中ことになるんでしょうね。最後出てきたら当然それぞれの5区がどういう傾きになるのかっていうのは、まあ、当然これは分からないと市民の判断材料になりませんから、市民の判断材料になるものをきちんと出していくっていうのが僕の指示事項でもありますんでね、それは大阪市の荒井さんと比較してどうかと、そういう議論もいろいろ出てくるんじゃないですか、うん、はい、じゃあまた出てきた上でまた、そうですね、うん、次の質問を受けします。ございませんでしょうか。それではこれで終了いたします。ありがとうございます。